ドスケベな皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは日本の女優やファッションモデルとして大活躍しているセクシーな玉城ティナさんです。1997年10月8日生まれ、激アツの26歳、沖縄県出身。血液型はO型、身長164センチ、3サイズは上から推定75、57、82の推定 C カップです。長身スレンダーな感じがたまりませんね。日本人離れなスタイルとセクシーお姉さんのような感じに男性諸君は思わずあそこがうずいて仕方がないでしょう。こういう人に馬乗りにされたいものですね。さてそんな彼女ですが、皆さん玉城ティナという名前をご存知でしょうか。もし知らないよとおっしゃる方がいらっしゃるなら、それはもう大変な損をしています。彼女は日本のファッション界や映画界、そしてテレビのバラエティ番組まで幅広く活躍している、まさに今を象徴する存在です。早速彼女の魅力をたっぷりとご紹介していきましょう。ティナさんは1997年10月8日沖縄県で生まれました。彼女の名前を聞いた時点で、あれもしかしてハーフと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、まさにその通りです。父親がアメリカ人、母親が日本人という完璧な遺伝子の組み合わせでこの世に誕生しました。彼女のルーツは沖縄の美しい自然と多文化の風土に育まれ、そこから得た独特のエキゾチックな魅力が彼女をひときわ目立たせています。天使のような顔立ち、パッチリした大きな目、すっと通った鼻筋、そしてふんわりしたリップ、まさに全てが整った奇跡の美貌とでも言いましょうか。しかし彼女がただの美貌だけで注目されたわけではありません。2012年彼女はミス ID 2013というオーディションでグランプリを受賞しました。この瞬間彼女の人生は劇的に変わります。まだ中学生だったティナさんが一躍日本のファッション界に舞い降りたのです。そしてすぐにファッション雑誌 VV の専属モデルとしてデビュー。考えてみてください。中学生ですでにファッション界のトップに立つなんて、その頃の私たちは授業の合間に給食のメニューを楽しみにしていたのに、ティナさんはランウェイを堂々と歩いていたのです。彼女のモデルとしての成長はとどまるところを知りません。日本国内外のブランドから引っ張りだこになり、雑誌の表紙や広告で彼女の姿を見かけない日はないほどに。そしてその魅力は単なる可愛さや美しさだけに止まらず、どんなファッションも着こなし時にはクールに、時にはガーリーに、まさに多彩な魅力を存分に発揮しています。モデルとしての成功に満足するどころか、ティナさんはさらにその先を目指します。2014年頃から本格的に女優業にも挑戦。映画やテレビドラマにも次々と出演し、役者としての才能を開花させました。例えば映画「うちの執事が横とにはや」、ダイナーなどでは彼女の繊細かつ力強い演技が高く評価されました。驚くべきことに彼女の演技はモデルとしての見た目の良さに頼ることなく、物語の核心に迫る感情表現で観客を魅了しているのです。ティナさんはその演技力によってただの美人女優ではなく、真の女優として評価されるようになりました。また彼女の役柄も幅広く、コミカルなキャラクターからシリアスな役まで多様な演技をこなしています。特にダイナーでは過激で狂気的なキャラクターを演じ、これまでにない新たな一面を見せてくれました。このように彼女は常に新しい挑戦を恐れず、自分の限界を超えて進化し続けています。さらにティナさんの魅力はそれだけではありません。彼女はモデルと女優業だけにとどまらず、バラエティ番組や声優業にも挑戦しています。彼女の軽妙でユーモラスなキャラクターはバラエティ番組での活躍においても発揮され、視聴者からの人気を集めています。特に彼女のトークスキルは見た目とのギャップも相まって、番組に一層の楽しさをもたらしています。また声優としても活動し、アニメや映画でその声を披露するなど、まさにマルチに才能を発揮しています。さらに彼女のNS での存在感も絶大です。特にインスタグラムでは日常の1コマを切り取った投稿やファッションショットや仕事の裏側など、様々な側面から彼女を知ることができます。フォロワー数は桁違いで、特に若者層から圧倒的な支持を得ています。彼女の投稿にはファンとの交流も多く見られ、飾らない素顔と親しみやすさが多くの人々を引きつけています。まとめると玉城ティナさんは単なる美人やモデルにとどまらない存在です。彼女はその多彩さと挑戦を恐れない精神でモデルや女優、バラエティや声優、そして SNS アイコンとして大きな影響力を持つ一方で、親しみやすいキャラクターを持ち続けています。彼女の成長はとどまるところを知らず、ますます新しい分野に挑戦し続けていくことでしょう。これからの彼女の活動には目が離せません。ティナさんがどのような新しい顔を見せてくれるのか、そしてどこまで成長していくのか、ファンとしては非常に楽しみです。今ではすっかり有名になった彼女ですが、今後どうなるか目が離せませんね。どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に彼女の SNS リンクを載せているので、可愛い、興味湧いたって人はいいねとフォローぜひお願いします。まだ推しが見つかってないよって人は過去の動画も見た方がいいですね。チャンネル登録、高評価していただくと動画作りのモチベが上がりますのでぜひお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。